はい、じゃあ実際にベストティーチャーを、Google ホームの日本語版で試してみたいと思います。今日はあのベストティーチャーのね、はい、インターンの方もお呼びして、ちょっと一緒に、ちょっと僕英語苦手なんでやってみたいと思います。はい、 OK Google、 ベストティーチャーと話したい。はい、テストバージョンのベストティーチャーです。こんにちは、ベストティーチャーです。2人の間で行われる会話を聞いて、その会話に関する問題に回答するレッスンに一緒に取り組みましょう。一つの会話につき、三つの問題が出題されます。用意はいいですか？レッスンを始める場合は、OK と返事をしてください。初めての方は、私に、Help と話しかけて、進め方を聞いてください。OK。二人の会話を聞いて、問題に回答してください。Hello, this is Hotel A. How may I help you? Hello, I would like to make a reservation from the 1st to the 5th of January. It's for 3 nights. Thank you for choosing our hotel. You want to reserve for 3 nights from January 1st to 5th. Is that right? Yes, you are right.Do you still have a standard room available? I prefer a single bed. 問題 Q1. How many nights did he want to book? 1 One night 2 Two nights 3 Three nights 4 Four nights なるほど。どうぞ。で3答えは1、2、3、4のいずれかで答えてください。3正解、正解は3です。 Q2 How many people did he book for? はい、というわけで実際やってみてもらったんですけど、はい、どういう問題だったの？これは、ホテルのスタッフと、うん、ホテルに泊まりたい人が、はい、リザベーション、予約を取るときに、電話をしている会話、二人の会話です。助けようとか言ってたもんね。そうですね、はい、メアヘビー、はい、そうですね、はい。ほんで、で、その泊まりたい方が、うん、3日間泊まりたいっていう話をしてて、うん、その後は、ホテルの部屋の話とか、うん、その後に、来年のディスカウントもらえる話とかっていうのもしてました。で、問題は何日間、彼は泊まりたいですかって話だったんで、3日間なので答えの3ですね、はい、なるほど。で、これでリテンション力が分かると。そうですね、はい、確かそうだね。そのストーリーを全部聞いて、はい、でその内容を全部覚えていって、はい、したらいろんな質問に答えられるってことだね。そうですね。なるほど、ありがとうございます、はい、皆さんもやってみてください。